海と日本。熊本市立西原中学校では、身近な食を通して海の環境について考える探究学習が進められています。この日の給食は天草の海で獲れたイワシを使ったメニュー。魚を食べた生徒たちは、最近は輸入とかが増えてきている中で、その地元とかの食べ物とかが食べれてよかったです。給食の献立を作り、食育を進める栄養教諭の松岡さんは、その狙いについて。子どもたちが給食でいろんな魚を食べるんですけど、その魚を食べることと自分たちが住んでる暮らし、そしてその後にあるその海洋環境っていうのがどういうつながりがあるのかなっていうのをですね、子どもたちに知って学んでもらいたいなって思ったのがきっかけです。実は生徒たちは去年の夏から熊本の海洋環境の変化などについて学びを深めてきました。12月には水俣市の水産加工会社がアオサの養殖に温暖化の影響が現れている現状を講演。生徒全員にその貴重なアオサを使った佃煮が配布されました。手間暇かけて作ったりだとか、そういったことを伝えようと思います。水俣病とかは流行っていたけど、そこから海をきれいになって印象が変わりました。食と海の環境とのつながりを学ぶ生徒たち。西原中学校の取り組みは続きます。海と日本。